様お静かに、お静かにね。はい、さて、今日はですね、もちろん皆さんよくご存知、全日程を終了してるわけなんですけども、昨日でね終わりましたけども、もうどこも大盛況。はい、名前が今出ましたけれどね、ちょっとそのね、彼らに日本のコンサート、それからお客さんの印象なんてものをちょっと伺っていきたいと思います。それじゃあ、感銘を受けた本あるいは作家というのは月並みですね、聞いてみましょう。 So we heard that you're a bookworm. Yeah, and what was the most influenced book and author? A Season in Hell by Rimbaud and 1984 by George Orwell. George Orwell の1984ですね。George Orwell っていう私には聞こえたんですけど、何なの？ George Orwell。 ということで、皆さん George Orwell 知ってますね？はい、知ってる。じゃあ、趣味、彼は一体何が趣味なんでしょう？ So, Nicky, do you have any hobbies?Sleeping. 寝ることだそうです。一人ですか？一人で ？By yourself? Yeah. Sometimes. たまにはそうだって。二人でじゃないですか ？With you together? With you two together? Yeah. We like it that way. そういうこともしてるそうです。ということらしいんですけど、今、ちょっと声が小さかったかもしれません。今付き合ってる彼女とかいますか？いなかったら私と結婚しろ。すごいです。So, Nikki, Nikki, she has a question for you. Do you have any girlfriend right now? If you don't, she wants to marry you. はい、Nikki さん。Nikki さん。I don't know. I'm not quite sure where I stand at the moment. 今自分付き合ってるか付き合ってないかよくわからない状態だそうです。もしよかったらホテルの、ナンバー教えてください。すごいです。お前よ、お前これオンエアなんですから、これ生なんだから、あんまりそういうような、あんまり立ち入ったことは聞かないようにしてください。そうですか。しかし、まあ気持ちはわかりますけどね。はい、まつみちゃんどうもありがとうございました。握手ですか？握手、いや、ちょっと後でお願いします。すみませんね。そう、今付き合ってるか付き合ってないかわからないってどういうことですよね。What do you mean by you don't know where you stand?I don't know, really know. やっぱり全然わからない状態らしいですね。人、女の子がいっぱいいるんじゃないですか、周りに。We heard that you have a lot of girlfriends all over you. No, my true love is still Richie. 自分の一番好きなリッチーだっていうことです。それを受けてリッチーさんどういうふうにお答えするんでしょうか。What do you think, Richie? My true love is still Nikki as well. 同じだそうです。そうですか。そういうことで皆さん、この2人の間に割って、まあ、イメージ、皆さんどういうイメージを抱いてたか分かりませんけども、とっても気さくというかね、まあ、普通といっては失礼ですけども、本当にフレンドリーな連中なんですけども、そこで、まあ、マニックスといえばですね、デビュー解散宣言ということが話題になっております、でも散々聞かれたと思いますけども、その件について、今の心境は。So, you know, many people have asked you the same question, but about your debut and the breakup album.What is your impression now about you? Yeah. Well, we're touring until, well, next 13 months, and then we're just gonna see what happens then. We'll do whatever we want, you know, like we always have. 向こう 12ヶ月間はツアーに出て、なんかそれしか考えてないっていうことなんですけれど、ニッキーの方は自分の好きなようにやってっから、あんまり考えてないよっていう。なるほど。まあ、先のことは分かんないなと。明日の風は明日吹くと。ね、そういうわけですね。はい、じゃあちょっと今の明日の風明日吹くってちょっと言ってください。いや、まあいいや、いやごめんね、緊張してるから。では、まあ、そういうことらしいんですけども、しかし非常に好評ですよね。ライブも好評だし、そしてそれじゃあ、その前に彼らの素敵なビデオクリップご紹介しましょう。じゃあメンバーから紹介してもらいましょうか。 So Richie, can you introduce the song for us? Yeah, this is You Love Us. Kids. It's a shimpSo what happened to the other two members? Alcohol poisoning in bed. あ、なんか二日酔いでベッドで寝てるそうです。お酒はこんなに強いんですかね？ Drinking a lot. Drinking too much sake. 酒の飲みすぎだそうです。ね、まあそういうことメッセージ。So can you give some messages to the Japanese fans and introduce the song? Yes. Yeah, next song, Slash and Burn. Message to the fans: Don't believe the hype.Thanks for keeping rock and roll alive.
Thank you. どうもありがとうございました。